いや、なんか感動して。ユリカの味だ。シンデレラ兄さんが言うと実にいやらしい感じがします。日頃の行いのせいだね。おい、さっきからごちゃごちゃうるせえぞ。ここは感動の場面なんだから、もっと空気を読んだ発言しろよ。ごちそうさま。うまかった。ごちそうさまでした。美味しかったです。食べない。気にすんな。こいつはいつもそうなんだよ。余った分は明日食えばいいだろ。シチューとかカレーとか、一度作ったら 2,3 日はそれだけで食える、コスパ最強の食い物だろ。シンデレラ兄さん、すっかり貧乏気質になりましたね。そういえば、何か忘れてると思ったら、アリスさんに夕飯を届けていないんじゃないですか？ああ、そういえばそうだな。そっか、覚えてないか。アリスってのは根性がひん曲がってて。こちらが一言言ったことに対し銃返ってくる。とにかく生意気で皮肉屋で偏屈な人です。グレーテル？よし、来た。殴ろう。
そうだな、癖なんだか天然なんだか知らねえが、髪がくるくるしてて。やっぱりグレーテル？いや、僕は金髪じゃないし。白雪兄さん、自分がサラサラのストレートだからってディスってんですか？まあそうかもな。ほとんど変わんねえんじゃねえか。僕はこの時点で173センチあります。まだまだ伸び盛りですし、あんなチビと一緒にしないでください。別に何も言ってないけど。いいけど。おい、アリス、ちょっと話があるんだけど。なんで自ら訪ねに行かないんですか？おい、いるのは分かってるんだぞ。さっさと開けねえとこじ開けるぞ。なんか言い方が取り立て屋みたいだね。白雪、ナチュラルに俺の古傷をえぐるのをやめろ。兄さん、ここはあれしか。だな。このただ飯ぐらいのろくでなしのクソニート、やつに払え、ごくつぶせ。ああ、よかった。あのさ、お前に話があるって。足ヘチろくでなし借金だよ。借金を払え、ごくつぶし。僕をクソニートだとか言うが、現状養ってもらってるのは君も同じだろ。君と僕の違いなんて、働いているか働いていないかくらいだ。いや、それ結構違いでかくないか。あ？くっ！
大丈夫か、ユリカ。苦しい。おまけに体中が痛くて重くて重くてとにかく重い。危うく頭をぶつけた拍子で記憶を失うところだった。今時そんなベタで古典的なセリフを言うやつがいるわけないだろ。恋愛漫画の読みすぎだ。ゆるふわ恋愛の早くどけ、すぐにどけ、今すぐ僕の視界から消えてくれ。いっぺんに喋るな。矢継ぎ早に質問されても答えられるわけがないだろ。僕は仏でも菩薩でもないんだ。なあ、そうだ、僕の名前はアリスだ。さあ答えたぞ。ほら、さっさとその愉快で不愉快な面をどけてくれ。吹き出しそうになる。自らの立場を利用して欲望を満たそうとするとは、セクハラで訴えるぞ。そこに胸があるからといって触ったら痴漢で訴えられるだろう。僕は理性より本能が勝るようなバカじゃないんだよ。調子に乗るなよ。男が全員巨乳が好きなんて幻想だからな。足フェチ、顔フェチ、属性フェチ、世の中には多種多様な好みってのがあるんだよ。僕は好きですけどね、巨乳。じゃあ、姉さんが真っ平だったら？
包容力がなくなるのか。魅力が半減。けど巨乳より姉さんというつながりの方が大事なので。凹凸のない方を選びますね。ほら見ろ。僕は大人しくて泣き虫で、暗くて友達もいなくて、ごっこ遊びも知らないような無知な女の子。ま、君にはわからないだろうな。君とは正反対だからな。ところで、さっきから君の後ろでうっかり浮気現場を目撃したけど、あまりに衝撃的すぎて固まってる男がいるが、それはいいのか？兄さん、物的証拠を取って裁判を起こしましょう。これは絶対に勝てますよ。慰謝料、ガッポガッポだね。男にマウント取っているこの状況で、よくそんなこと言えるな。さすが、インランアバズレシリガルクサリビッチの典型であるふわふわ系だな。あっちこっちに浮気するフラフラガールは、そこの男に見苦しい言い訳でもしていろ。そのうちに僕は逃げる。おい、危ないぞ。落ちたらどうすんだ。あんたを追いかけてきたんだよ。ああ、あの状態でな。
アリスか。あんた、あいつのことはしっかりと覚えてたみたいだけど。そうだよ。あいつのことを知ってんのに、会ったことは覚えてないのか。暗闇の世界？なんだそれ。ごめん。何言ってるのかよくわからない。なんだかユリカじゃないみたいだな。記憶がないせいかな。初めて出会った時みたいな感覚だ。なあ、覚えてるか？この湖、俺たちが初めてデートした場所なんだ。とは言っても、俺の方はデートじゃないって突っぱねたけどな。今思い出すと、俺、あんたに結構きつく当たってたよな。懐かしいな。数ヶ月前のことだってのに、遠い昔のことのように感じる。なあ、本当に俺のことを忘れたのか？俺への思いも、あの時の言葉も、すべて幻だったのか？ユリカ。俺のことを思い出したのか？そっか。まあそう気にするなよ。そのうち思い出すかもしれないだろ。
別に焦る必要なんてない。ゆっくり時間をかけて。ん？ああ、そうだな。あんたが俺のことを忘れたままなら、婚約の話もなかったことになるな。勘違いするなよ。俺はあんたのことが好きだし、正直今すぐにでも結婚したい。でもあんたは俺のことを好きじゃないだろう。記憶がないってことはそういうことだろ。今まであったこと全部なかったことになるんだからな。俺はロマンチストだからな。結婚する相手は一番好きになった人としたい。そしてそれは相手も同じであってほしいんだ。決められてるからって無理して結婚する必要はない。見ず知らずの俺と一緒に暮らすのが嫌なら離れてもいい。それがあんたの幸せならな。ま、かっこつけたけど、俺のことを思い出してほしいって気持ちはあるし、もしこのままだとしても、俺はもう一度あんたにガラスの靴を履かせたい。あんたの運命の王子様は俺であってほしいからな。まあな。寒くなってきたな。もう夜も遅いし、今日のところは帰ろう。ユリカ！ねえ、お父さん。海の向こう側には他の国があるんでしょ？じゃあ、湖の向こう側って何があるのかな？
ザザーン、ザザーンって、波打つのは同じなのに、なんでこんなに違うんだろう。波は、水面が風にあおられてできたさざ波が、遠くまで伝播して大きくなったものだそうだ。まるで海を思わせるが、湖は湖であって、海ではない。海のように世界とつながって、遠い遠い国には行けないんだよ。そうなんだ。また、あの子に会えるかな。アリスちゃん？うん。遠い国に行くんだって言ってた。手紙を書くって約束をした。彼女のことが好きなのかい？え、そんなこと、好きだなんて。好きなのね。照れなくてもいいじゃない。お母さんもアリスちゃんのこと大好きだな。お母さんも？だってとっても素敵な女の子じゃない。初めて見た瞬間、お姫様がいるって思ったんだ。